出す仕組み、あのカテゴリーを分けようと、うん、だからうるま市の食べログってやった時にはうるま市のうるま市にあるレストラン、うん、食堂に限ろうよっていう話が出てきてて、うん、そういうカテゴリー分けができるようになったらなんかかっこいいと思いません、うん、で探し方も楽になるでしょ、うん、で最近あのアマゾンとかYouTube とかの動画もそうなんですけども、実際ネットでググってるときに邪魔のも情報っていっぱいあるんですよ、うん、あもうこれいらんのにみたいなものがいっぱいあるんですけども、そういうものをなるべく排除していって、うるま市の情報は TW ブログのうるまを見た方が早いよっていうふうになってもらったらいいなと、うんうん、なるほど、はい、という話で、実はこれうるま市に限ったことじゃ、はい、だけではなくて、FM うるまがやってるからうるま市だけではなく、うん、実は金とか宜野座さんとか小野村だとか、うん、はい、もちろん宜野湾市だとか浦添市とか、うん、沖縄全部の話なので、うん、鈴木さんには鈴木さんで宜野湾とか西原とか、うん、浦添とかまたお願いしないといけなくなるとは思いますが、欠かさは今那覇ですからね、うん、いやあんまり西原行かないなと思って中いっぱいありすぎて、うん、でもまあなんとかあのうちの営業も手伝ってもらってで、ね、いいお店がティーダブログの中でブログを発表していくっていうふうになっていくと、うん、やっぱりアクセスも増えてくるので、そう、ね、うん、いいお店から紹介していきたいなと、うんうん、地元の情報は地元のそういうウェブの中でまとめて、あと観光もまとめて、うん、あと食べ物、うん、はい、あとは施設とか、そうですね、まあ、そういうのはあのさっきも言ったように地域で検索できて、そうです、あとは、まあ、多言語化やられてますよね、だから多言語化で、あのその観光の人たちにも見れるような形にしていく、あとは ラジオと連携するっていいなとは思うんですけどね、うん、あもうちょい小さくですね、はい、ですね、うん、だからそういうあの地域に根ざしたブログ作りっていうのをやっていきたいなっていうのが共通の認識だったんで、うんうん、じゃあそこを向かっていけばいいよねっていう話だけでここまで来てしまいました、うん、ただラジオやろうっていうのはもうすぐに決まったので、うん、で後ろに情報局つけたのは、何でしたっけ、地域情報局みたいにやっていくときに、例えば FM ブルマ情報局ってやるとやっぱりウルマだけになっちゃうでしょ、うんうん、でTW ブログ情報局っていうと後ろの情報局がついてるものは全部 TW ブログが管理してますよみたいな形にしていこうとうまいちょっといいよね、ちょっとうまいですね、うん、なのでうるま情報局、うん、金情報局みたいな形でどん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 増やしていこうかなと、はい、いいですね、ちょっと贅沢っていうかわがままっていうか貪欲なって言われたらどうしようっていうような、だからもっともっともっと要求していくかもしれない、そう、うん、こういう検索方法がいいよ、こういう表示方法がいいよ、そうそうそう、だってAI もそうだけれども、うん、使うがもう進歩するじゃないですか、うん、でその僕らの欲求に対してどん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 、TW ブログさんには頑張って答えていただきたいので、うん、そこもしっかりやっていきたいなと、うん、今の AI で検索は考えた方がいいです最終的になるそうです、うん、で最終的には翻訳アプリとかも TW ブログさんでもうついてて、うん、文字打っていくと、これ英語に翻訳とかいうのを押していくと全部英語になってるとか、うん、いうぐらいまでいけるんじゃないかなと勝手に思い込んでるので、うん、頑張れ TW ブログで応援しとけばいいかなと、うん、仕組み的な一時期実装したことがあるんですよ、重くなります、自動で入力じゃなくて、うん、日本語で書いた文面が、まあ、多言語で5言語ですよね、簡体韓国英語にやって、はい、ページができるみたいな、うんうん、実装したことあるんですけども、はい、やっぱ精度がまだまだなんで、うん、精度がまだまだなのと結構重くなるのと、うん、5ページ分に行くよりは、うん、その使ってる方の言語に合わせて表示されるっていうのが本当は一番いいですよね、うん、切り替えでね、切り替えで、うん、はい、そうですよね、うん、ちょっとまた、うん、でも難しいよね、難しいですよね、翻訳って大変よね、うん、だって僕らも英語で書かれたものを翻訳すると何書いてあるのか分かんないですもんね、うん、もうちょっと日本語にした時に分かりやすいような言葉で書いてくれよと思う時があるので翻訳って大変だなと、うん、ただお店としてはやっぱり来ていただきたいので、うん、今日のランチとかいう時に分かりやすい言葉でどん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 書いていって多言語化していくといいですよね、そうですね、で
例えば英語圏の方が来た、英語人が来た時に、うん、この団地のこれが不審だよみたいな、指差しで OK みたいな形になっていくと、うん、あのいろんなお店も使えるし、うん、あの料金のトラブルとかもなくなるんじゃないかと、うん、なんでこっちにいくらって書いてあるさみたいなこともなくなるんじゃないかと、うん、ウィップであの、うん、モバイルに表示してこれって言ったら分かりますよね、ミスワンって言ったら終わりっていうみたいな形になるといいよね、うんうん、そうですよ、もうなってるんじゃないかな、うんうんうん、日本語だけでももうできますから、それだ、うん、それだと指差しかだけで、うん、ね、なのであのこれからのブログって本当にあのディーラーブログも専用アプリ入れるとそうなんですけども、結構見やすくなっていて、記事とか写真とかも結構早く表示されるので、うん、もうこれでランチタイムは何食べたい、この近所にあるお店はどこっていうのが検索が簡単になればね、うんうん、もっといいかなと。そうですね。ですから今食べログみたいなものに特化したアプリとかそういうのもあるんですけども、はい、一番基礎となるものがディーラーブログで、ここに例えばあのレストランだったらランチタイムはこれですよ、でもランチだけじゃなくてディナーはこれですよですとか、うんうんうん、あの1つの店舗だけじゃなくてこの建物の中に4つぐらいあって、それが1つの経営だとしたら、隣は、例えばクリーニング屋ですよとか、雨降ってるから今日はいっぱい回りそうなんで早めに入れた方がいいよとかね、うん、そういう情報だとかをいっぺんに4つぐらい出していけるとか、うんうんうん、いうふうなことができるサービスになっていけばいいなと。そうですね。このビルに来ると、クリーニングから食べ物から全部揃いますよみたいなね、うんうん、ウルバン市ってほら石川、牛川、はい、いろいろあるじゃないですか、うん、はい、だからどう回った方がいいのかとか、どう回るの、ね、あの実はルート実はね、回り方、これ本当に難しい問題で、うん、例えば石川だと展望台行きたいなとかいう話があったりですとか、うん、はい、